これはまあ難しいけど、できることを増やすことかな。成功体験だと思いますね。ちなみに自己肯定感とか自信って一人じゃつかないんですよ、僕の経験則上。自信をつけるには人の助けが必要なんですよ、基本的に。まずは自分を褒めてくれる人をまず見つけること、これが大事だから、僕は先生とか身近な人、親とかとしの立場であった時に、自分の生徒とか子供とかにしてあげなきゃいけないことって褒めることだなって思う。一番身近な褒めてくれる人になるから、まあ、ものすごいリアルな話だと、まあ、友達とか仲良くするとき、したりとかしたときに、こうやっぱ得意なことが違う人とかだとすごいいいかもね。お前それできるのすごいねって言われると自信つくじゃん。案外ね、そういうところから人間将来が決まったりするんだよね。僕もそう、割と。今なんで歌ったりとかする機会多いかって、僕の場合は親が褒めてくれたことは多い。いや、僕は両親に関してすごく尊敬してるところは、うちの親は褒める親だったんですよね、すごく。そこは本当に親、両親に感謝してるんですけど、まあ、子供の頃からね、歌ったりとか鼻歌でビギャビギャやってたのをよく褒めてくれたってのはやっぱり今につながってる。だからって大きいと思う。でなんかこれ配信聞いてるね、お子さんのいる方とかにはね、褒めてあげてほしいねと思いますね。将来何かになる可能性を増やすことになる。それが主体性の中で生かしてあげてほしいから、やっぱあれやりなさいこれやりなさいとは違うけど、あ、そうそう、後輩にも使わせてもらいます。それはマジ大事。部活の部長とかね、結局これってすごいじゃんみたいな。でもそれってその人をよく観察してないとできないから、親だったら子供の観察しなきゃいけないし、部長とか先輩だったら後輩のことをしっかりやった方がいい。でこれって別に上下関係関係ないから。だってさ、自分のこと褒めてくれる人のこと嫌いにならなくない？か、別に褒めるって無料だからね、別に。すごいあれな話だけど、褒めたい人は褒めればいいし、でも逆にしちゃいけないのは、嫌だなって思った人をけなすのはしちゃいけないかな。嫌だなって思った人のことは関わらない。これが一番大事かな。人間誰しもやっぱ嫌だなって思うことはあるから、この人。この人のやってることはどうしても自分には理解できないとか、どうしても許せないとか、これだけは許せないなって人とかがいたとしたら、もう関わらないっていうのが大事かなって思う。あいつのことマジでって言い続けちゃったらそれはマイナスになっちゃうからが大事な気がする。だからなんか褒める方がいいじゃん、お互い。この人すごいなとか、あの人すごいなって。あ、そう、上司とかやっぱそうだと思うよ。なんかもちろん、でもそれって褒めてあげるだけだったら人間って突き上がるから、もちろん上に立つものっていうのは、これはダメだよあれはダメだよって言わなきゃいけない部分もある。でもその分うまくいってる人は褒めた方がいい、マジで。それって別に身近な人でも友達とかでも、いいとこ見つけたら褒めるってマジで大事だと思うよ。子供ってできるんだよね、それ。まるまるちゃんがすごくてさ、まるまるちゃんってすごいね、これすごいね、あれすごいね、あれうまいね。大人になるとできなくなってくんだよ、それマジで。子供のコミュニケーションがなぜ比較的円滑にいくかってそこなんだよね。大人になるほどできなくなっていく。そうなっていくと、しっかり自己肯定感のでかい化け物が生まれてくるから、
お互い褒められる関係の相手を見つけるっていうのは大事かなって思いますね。おばあちゃんとかおじいちゃんとか無限に褒めてくれるじゃん。なんか褒めてもらうみたいな。あ、そうなんだな。で、こっち側も、いや、そんなことはないよ、じゃなくて、あ、そっか、すげえわって受け入れる、みたいな。もう、これもバカになることが大事かなと思いますね。あ、すごいのか、私は。お、俺、すごいのか。これは大事です。受け入れ体制。って感じかな。これは結構自己肯定感上げるのは大事かなと思いますね。あと、単純にその、人に褒められる要因とかを増やすっていう意味では、できることを増やしていろいろチャレンジしていくっていうのは大事かなと思いますね。初心者って得なんだよね。初心者って、できるようになることしかないから、褒められる部分が多いんですよ。だから新しいことにチャレンジするっていうのは、プラスなんですね。何事も。なぜプラスかって。だって、歌の上手い人とかが、じゃあ、今日はめちゃくちゃ練習しましたって言っても、なんか大きな違いってわかんないけど、歌すごく苦手なんですよねって言ってる人が、ちょっと頑張って練習しましたって言ったのと、なんか違うじゃん、ちょっと。おーって思えるから、やっぱチャレンジは大事だと思うね。どんなことでもチャレンジはマジでプラスだと思います、僕は。基本。巡り巡って全部返ってくるからね。マジで。死ぬほどどうでもいいこと、マジで急に役に立ったりするぞ。本当に。マジで。意味わかんない。ライバーデビューするまでツボがプラスに働くなんて1ミリも思ってなかったぞ。全然。なんかそういうことですね。うん。そういう謎の返ってくるパターンあるからな。全然。予期できないところでプラスに働くものがあるから、マジでいろいろやることは大事かなと思いますね。はい。